顔面に教科書って。言わない言わない、宮村はそんなこと言わない。お姉ちゃん、お兄ちゃん来てる。お邪魔します。帰った方がいい。いてください。そう、よかった。京介。ねえ、あれ何？超ピアス、撫でていい？ピアスすごいね。自分でやったの？あ、はい、中学の時に。ほう。京子、年頃の女の子は父にかかと落とししない？するのよ、最近は。やっぱり堀さんのお父さんだ。宮村くん、まつげ長いって言われない？はい、お通し。京子、テーブルの上にお願いしたい。次からはそうするわ。お前に娘はやらん。え、なんつって。一回行ってみたかったの。宮村くん、俺も一応堀さんなんだけど。あ、はい、名前で今日。まあ冗談だよ冗談。草原行きたい。父さん、ロン毛は認めんぞ。鏡見てから言えよ。あの、切ります。いや、とりあえず縛ろうか、もったいないし。宮村、無視していいから。京子ちゃん、ピン。はぁ、もういいな、俺も高校戻りて。はい、たくさんのピン。京介、どうしましょう。今日の夕飯、あなたの分だけないわ。マジかよ。だってさ、宮村の食器借りれば。父の食器もねえの？お箸は割り箸でいいとして。箸もねえの？